皆さんこんにちは、モツクリニックの吉江です。今日は実際に私が、担当させていただいた患者様の症例ですね、をご紹介したいと思います。結構いろいろ調べたりすると、脂肪包球って本当に大きくなるのっていうのをご不安な方はいらっしゃるんですが、絶対大丈夫です。どういうやり方であればもう大きくなって、かつ綺麗なお目にできるってことですね。この2つがすごく大事なポイントだと思います。で、この方ですね、35歳の方です。151センチの47キロですね。2回包球をさせていただいてます。細身の方ですね。で、準優経験2回ある方です。で、この方もともと A カップだった方だったんですが、 E カップまで大きくなったという方です。脂肪包球はやっぱりバレずに、かつすごく大きくできるというのが特徴になります。術前やはりもともと A カップということで、このデコルテの部分ですね、横から見た時もやはり横の部分の厚みがないですね。特にお胸の上の方、これ授乳経験がある方もやはりお悩みとしては多いんですが、やはり授乳何回か繰り返すとですね、乳頭、乳首の外側の上の方がですね、ちょっとへこみを感じるような方、いらっしゃいます。で、それもすごく脂肪包球で綺麗になります。で、これが二次包球ですね。2回包球させていただいて3ヶ月後の写真がこちらになります。夏ね、水着とかを楽しみたいというね、ご希望も、強くあった方だったので、冬の間に2回包球をしています。で、太ももからですね、 1900cc 取れてます。太ももというのはかなり脂肪の、取れ高といいますかね、細身の方は太ももからの包球はすごくおすすめです。当院かなり入れる量は多いんですけど、300、300の600入れてくるんですが、それでも結構余った場合は冷凍保存しておいて、冷凍保存した場合は半年間ね、保存ができるんですが、最短だとやっぱり2ヶ月後から入れれますね。 370cc、2回目に使えてますね。腰とあとはお腹の横の部分とか下腹部の部分ですね、そこから脂肪を採取してきて、1回目の余った 370cc と混ぜてですね、トータル600にして 300、300また入れさせていただいてます。なので、この冬の期間の、短期間にですね、2回包球を行っているんですね。これはやっぱり保存しておけるという当院のメリット、あとは短期間で再注入が可能であるという、当院の技術的な部分ですね、技術力の高さによる、メリットだと思います。今回の動画いかがでしたでしょうか。脂肪包球というのは大きくならないんじゃないかというご不安な方、ご安心ください。当院のやり方だったら綺麗に大きくできるというのが特徴ですので、ぜひお任せいただければと。他ね、ブログ、SNS、YouTube などでも情報を発信しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではまたお会いしましょう。